このペンタトニックドレミソがですね、このスケールのハーモニーを身につけると、まずポピュラリティのある曲はほぼこのメジャーの曲に限ってですが、このダイアトニックコードを使って曲ができているので、そのペンタトニックをあまり論理的なことを分からなくても、このペンタトニックがあれば、キーが探せるんですね。要はこれもしかしたら近いかもわかんないですよね。で、実はこれここで一番、よく間違える方がいるので言いますと、